用がこれほどとは。急がなくては、殿が。そう、危ないですよ。劉備殿もあなたたち二人も。法政殿、策があるのですね。ええ、もっともこの悪党の策に従っていただけるか。もちろんだ。では我らが大徳を襲う不埒な奴らに報復を始めましょう。皆さんは本陣を死ぬ気で守ってください。俺が劉備殿を助けに来ます。いかなる策を振るわれるのか。今は自分の任務を全うすべきだ。まぶい、少々恐れ入りました。法政殿は策がある。だから私は今できる。知略舐めさせてもらおうか。策の練り直しだ。おお、らしきを働き。私を勝利へと導いてくれ。私の知略が破れようと。その勢い誰にも止められますまい。
間違いなしだぜ。まだ足りませんよ、ミッシュ。最新のもっと動いてください。劉備がこっちに向かっているだと。よし、我らで奴の首を取るぞ。なめたまにしやがって。お前ら、きっちり仕留めてやれ。だって、そろそろだな。大阪部隊、予報の準備にかかれ。劉備殿、義軍の引き付けは十分です。もう本陣に戻ってもいいですよ。今こそ報復の時。土方隊、これまでの辛苦を倍返しにしてやれ。まずい、完全に敵の車線に捕らえられているぞ。まんまと釣られちまったが、劉備をおとりにするとは敵もやるもんだぜ。これが本性の狙いか。倍返しをしてやらせてもらおうか。戦場の気分が実にすがすがしくなりました。あとは押し込んで敵の大将を撃つだけです。どうだ、好きにやらせてもらおうか。敵は壊滅あと私たちの部で終わらせる。登場ってかっこよすぎでしょ、俺。
取っちめてやろうか。とっておきだ、タイプリアルってゾッとしますよ。そもそもこの戦も五の口車に乗ってこの有様です。人がいいにも程がある。すまぬ。謝罪など結構。その代わりこの恩は倍にして返していただきますよ。宝生殿、今回は私の不明であった。これからもよろしく頼む、宝生よ。こんな俺でいいならどこまででも。